大家好你好僕の名前は草野太郎と言います。我是曹野台南伊豆当てる？当てます。形成外科医で、20年間やってますね。日本では昭和大学っていうところ、形成外科で、まあ、一番大きな組織の出身で、主に、まあ、最後はあの乳房再建といって、あの乳がんで、まあ、お胸を失った方たちの、治療をメインにやっていました。今はちょっと昨年の2019年6月、1年前から、ここ草野太郎クリニックっていうんですけど、自分のクリニックを開院したので、まあ、お胸の治療もそうですけれども、あの普通の美容外科、顔とか、あの、まあ、普通の包茎とか、胸逆にちっちゃくしたりとか、そういうのもやってます。そうですね。だから、まあ、僕は形成外科出身なので、中国はどうなんですかね。日本だと形成外科出身じゃない先生も美容外科をやってるんですよ。だから、まあ、僕は形成外科上がり、はい、で欧米だと一般的には形成外科医が美容外科医になるのが普通なんですけど、日本はちょっと事情が違う。なので、まあ、一応こう、なんだろうね、ちゃんとその形成外科の基本をやっているので、まあ、そこが強みですよね。簡単に言うと、あの、まあ、人工のものなのか、自分の組織なのかで大きくちょっと違いがあります。で、結果を出したかったらやっぱりシリコンが一番です。あのちゃんと大きくしたかったら、はい、ちゃんとっていうとどれくらいかっていうと、大体目安は2カップ以上大きくしたければシリコンがいいと思います。で、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸はあのすぐ大きくなるんで、あのいいんですけれども、まあ、いずれかは吸収されてなくなってしまいます。でも、あの少し大きくしたいとか、なんか明日なんかパーティーがあるんだとか、なんかそういう時、あとは例えば他にはなんかボディービル、ボディメイクしている女性の方で大会が近いんで大きくしたいっていう方とかもいらっしゃいます。あのすぐ大きくなるというのはヒアルロン酸のいいところです。で、脂肪注入は、やっぱりなかなか1回だとあのすごく大きくすることは難しいです。で、皮膚のゆとりがある方の方が大きくなります。なので脂肪を入れるんですけど、こうパッツンパッツンだとなかなか大きくできない、そういうデメリットはあります。1カップアップぐらいを目指す方にはいいと思います。で、これは自分の組織、自家組織なので、あの非常にナチュラルだし、あの将来的になんかこう感染症とか口臭っていって縮こまってくるようなトラブルが少ないです。難しいところです、はいはい、理由は簡単なんですけども、まず脂肪があんまり取れないっていうのが一つです。で、もう一つはさっきちょっと話したんですけど、もともとお胸が小さい方がやっぱり多い、痩せている人は、その場合皮膚がパッツンパツンなんで、結局脂肪があんまり入るスペースがないんですよ、ですから、あの、なかなかやっぱり痩せてる方だと難しい場合も多いです。まあ、お腹か太ももですね、あとまあ後ろの太ももが優先的にやりますけれども、痩せてる方はお腹がほとんど取れないので、そうするとやっぱり太ももが優先的になります、ね。はい、たくさん取れるんだったら前だけでいいし、はい、あんまり取れないんだったらもうあちこちいろんなとこから取ってこないと足りないということになります。あ、もちろんあの副作用とか合併症っていうのはゼロじゃないんですよ、うん、うちでは、まあ、あの包茎するときには静脈麻酔といって、まああのうん、血管から、まあ、あのお薬を入れてこう眠くなってうとうとしているうちに、で局所麻酔も使います。で、脂肪を取るときにあのトゥメッセント液っていう、うん、あのカクテル麻酔を使うんですけど、カクテルはあの各クリニックにあって多少レシピが違う、はい、でうちもちょっと特殊な、配合でレシピを作っているので、まあ、両方静脈麻酔と、まあ、そのトゥメッセントっていう局所麻酔の液を使ってやっています。傷口自体はあの場所はもちろんどこから取るかによって、うん、あの違いますけれども、あの大体まあ3ミリ、4ミリぐらいの小さい傷ができ
きます、うん、まあほとんど分からなくなると思います。あの虫刺されの後かなぐらいの感じにはなると思います。で胸、ね、入れるは何箇所にあの刺しますか？あ、基本的には2箇所開けます、はいはい、それがまあちょっと先ほどから申し上げてるみたいに、うん、あの袋のサイズによってやっぱり入れられる量が限られてくるので、あの人によってこうまちまちあの程度の差が非常にあります。で、そうですね、脂肪だけで、まあ、100から 200cc ぐらいが1回の注入量としては適していると思いますけれども、なんかクリニックさんによってあの量はなんか言い方が違うんで、はい、なんかあんまりなんか数字にはとらわれない方がいいと思います。そうですね、これは我々医者のテクニックが重要になってくるんですが、あの脂肪注入はあのちっちゃい粒で植えていかなきゃいけないんですよ、はい、うん、ですけどそれが大きな塊で注射でビューって入っちゃったりすると中の方が腐っちゃうんですよ、うんうん、はい、あの血管が入っていって初めてそれは生着生き残るので、粒が大きいと中まで栄養が行き渡らなくて中は全部腐っちゃう。そうするとそれはオイルシストといって油玉になったり、時間が経つと石灰化といって石みたいにカチカチになったり、うん、しこりの原因になります。それはあのきちんとしたテクニックでちっちゃい粒でこう植えていけば、まあ、ちっちゃい粒といってもたまたまにはできないので、うん、大体こうパスタみたいにっていうんですけど、はい、うん、棒状に、中国でいうと何、そうめん、うん、そうめん、うん、そうめん、なのでまあ面状にというか棒状に入れていく、うん、細い棒状に入れていくっていうちょっとテクニックがを使えばほとんどそういうことは起きないと思います。まあ、これは一概にはっきりとしたことはやっぱり数字では言えないんですけれども、普通の方法で半分ぐらいだと思います、うん、50% ぐらい、うん、でいくつかまあやり方があって、まあ、日本でよくやられているのはコンデンスリッチっていう方法、はい、あの荷重遠心っていうんですけど、遠心分離器でぐるぐるぐるって回してお水と油と分けるんです、はい、その時にあの特殊なちょっとウェイト、あの重りをつけてあの圧力をかけてあげると、もう最初のうちにあの弱い脂肪を壊しちゃうんですよね、はい、ですから実際お胸に入れるやつはいい脂肪だけ、うんうん、なので、生着率が高くなるでしょうっていうのが一つそのコンデンスリッチ、はい、で、あとは普通の補強の患者さんたちには使わなくていいと思うんですけど、あの脂肪由来の幹細胞っていうのを培養して、はい、でそれを戻してあげるっていうような治療もあります。それはあの僕は乳がんの患者さんにしか使ってないですけど、はい、脂肪注入はあの組織の移植なのでそこで生着しないといけない。で4日目ぐらいからその脂肪の粒に血管がこう入っていくんですけど、はい、これがしっかり安定するのに、まあ、最初の安定が2週間ぐらいですかね、うん、でその後も例えばギュッてブラジャーとかで圧をかけたりとか、なんかもちろんあの揉んだりとかそういうのもいいじゃないですし、あとは熱いところ、うんうん、汗をかくようなこととか、うん、歩いたりとかウォーキングとかして汗かくとか、お風呂入って汗かく、お酒たくさん飲んで汗かくとか、そういう汗ばむようなことをすると代謝が上がってどんどん吸収されちゃいます、うん、なのであんまり汗ばむようなことは控えていただく、はい、あとその物理的な圧力は高いです。おワイヤー付きのブラジャーですか？ワイヤー付きのブラジャーじゃなくてもソフトブラとかでも、うん、あんまり良くないです、はい、しばらくブラジャーつけない方がいいですよ。その方がいいと思います。わかりました、はい、あまり動き回らない方がいいと思いますし、はい、ありがとうございます。それは目的によります、はい、だからシリコンバッグを抜去する方の場合は、うん、シリコンが嫌で取るんですよね、はいはい、なのでその場合はもちろんシリコンを取ってその代わりに脂肪に置き換えていくって話なので、うん、まあ、患者さんがそういう希望だということですよね、うん、で脂肪注入とシリコンをコンビネーションにするのを希望される場合って、はい、多くは、シリコンを入れました、結構大きいシリコンを入れたために輪郭が目立ちます、うん、分かります、ボコって出てるんで、
で出てるところの周りをなだらかにするためにこの三角形の部分に脂肪を移植しましょうとかっていう、はい、横から見るとよくこういうシリコンが入って丸く入っていて、はい、でデコルテのところがこうなっていきなりボコってなってるのがかっこ悪いので、はい、このボコをなだらかにするためにここに脂肪移植したい、あと谷間も同じですけど、うん、ここね、ここがボコってなるのが嫌なんでこの三角形のところに脂肪注入したりとか、はい、っていうようなことが多いと思います。要はナチュラルに見せるためにシリコンの周りに脂肪注入する、はい、ありがとうございます。僕だったら同時にやりますね。まず1回目はなんでかっていうと、うん、1回じゃその入ってたシリコンの分の脂肪を補えないから、どうせ2回いると思うので、はいはい、2回3回必要になるので、うん、手術その時に麻酔せっかくして寝るんだったら、はい、その時に同時に1回やっちゃった方がよくないですか。1回たるんでる方の方が脂肪注入は向いてます。はい、はい、それはこれもさっきからちょっと言ってるみたいに結局袋の許容量の問題でパッツンパッツンの人はあんま入んないですよ、はい、だけどだるんだるんだったらたくさん入るんですよ、うん、あ、わかります、うん、袋が緩い、はい、袋の力がゆるゆるの人の方が圧力がないので、うん、脂肪が接着しやすい、はい、基本的には再建の方が難しいです、はい、なんでかっていうと中身をくり抜かれてここは怪我をしている状態と同じだからです、はい、組織が薄くなっているので、うん、硬縮っていって縮こまってくるのです。普通にこうただ単に剥がしてなんかシリコンを入れたりするよりもダメージが大きい、はい、うん、で、方法論としてはもちろんシリコンがありますね、うん、シリコンも再現用のシリコンというのは包強用のシリコンと比べると硬く作られているんですよ、はい、うん、それは何でかというとさっき言ったこうギュッと硬縮してくれるのに硬なきゃいけないんで、はい、硬く作られている硬縮に負けないようにする。あとは、まあ、もちろん脂肪注入というのも一つの選択肢です。ただ日本では脂肪注入は保険が効きません、はいはい、なのでそこが一つネックになるんですね、はい、であとは、まあ、自家組織再建で、まあ、お腹とか背中とかの組織を取ってきて移植するっていう方法は自分の体の組織になるんですけどやっぱダメージを受けるので切らないといけない、はい、バサッと切るので、なので、まあ、どれがいいんでしょうねっていう感じですけど、まあ、どれも簡単ではないです、はい、まあ、乳頭縮小は、まあ、乳頭の形がこういうポリープみたいな形なのか、はい、こう煙突みたいな形なのか、それとも平べったい大きなケーキみたいな形なのかによって小さくする方法がちょっと変わってくる、はい、こういうポリープみたいな形だったら V の字にカットしてパカッて縫えばいいですし、煙突みたいな形だったら途中をこうかつら抜きみたいにして取ってあげてピタッと下に縮めるし、ケーキみたいな形だったらケーキカットするみたいにカットしてキュッと寄せれる、うん、で、まあ、大きく分けると3つのパターンがあるんですけど、その辺を、まあ、みんなねその3つのどれかに当てはまるわけじゃないので、はい、なんかそれが組み合わさったりしてる形、結構複雑な形をしてる方も多いので、なんかその辺の技術を組み合わせてつっちゃいます、はい、でも授乳をしなきゃいけない方の場合はおすすめしません、はいはい、乳管を傷つけちゃうので、うん、はい、まあ、乳輪、さっき話しませんでしたね、うん、乳輪は、意外と難しくて、まあ、こういうドーナツみたいな感じになってて、外側を取る方法と、うん、まあ、内側を取る方法があるんですけど、内側の方が傷が目立たないような感じがすると思うんですが、結構内側を取ると結局開いちゃうんですよ、はい、うん、傷が広がっていって、うん、で乳頭が潰れちゃうんですよ、はい、引っ張られて、はい、よく乳頭がなくなったっていう患者さんです、うん、
なのでやっぱり取るときは僕はやっぱ外側を取る方がいいんじゃないかなと思うんですが、外側取るときももちろん傷が目立つので、それがデメリットになります。で、同時にやると血流が悪くなるので、はい、可能なら分けた方がいいとは思いますが、まあ、よくやってます、ね、両方同時に、はい、それはまあご年齢にもよりますが、うん、日本人だと大体まあ40歳から60歳ぐらいが平均して発症する年代なんですよ。これ僕形成外科医なんで僕が話す話じゃないかもしれないんですけれども、うん、日本では、まあ、一般的には大体まあ35歳ぐらいから、うん、エコーとか、マンモグラフィーとかそういうものの検査が地域によって、まあ、区によって検査が検診がカバーされているかどうかというのは変わってくるんですけど、はい、大体それぐらいから皆さん検査をする方がいいと思います。で、34歳以下か未満か、はい、以下の方が、若年性の乳がんと言われていて、でその方たちっていうのは非常にまだやっぱり少ないんですよ。全体のパーセンテージとして少ないので、まあそんなに心配しなくてはいいと思うんですけど、まだお若い方はですけれども、まあやっぱり40歳過ぎたら、うん、必ず検診は年一はやった方がいいですね。その質問はなかなか答えが難しいんですけど、例えば脂肪注入をしたりシリコンで包茎をしたりすると乳がんのリスクが高くなるかっていうと高くはならないと言われています、はいはい、ですのでそれによって、乳がんの検診をよりやった方がいいっていうことにはならないと思いますが、はい、やっぱりまあなんかお胸にこう異物を入れたりとかそういうことをしているので、まあ、そういう意味でのチェックはやった方がいいと思います。先生、質問以上です。本日忙しいところもいえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。再生。